はい、えー、今回ですね、何かと気になるイーサリウムなんですけども、第1世代の暗号通貨が、まあ、ビットコインだとすると、その後をね、継ぐのがこのイーサリウムじゃないかなと思います。まあ、イーサリウムの配音性ってのは非常に広くてですね、第3世代型の暗号通貨が私はね、ADA だと思うんですけども、この ADA を、まあ、作った人、 チャールズ・ホスキンソンさんがメインで手掛けたのがこのイーサリウムというものだったらしいんですよね。で、このイーサリウムがね、なんとね、もうプロ月とど,どんどんどん重ねてきて、一時期は妄想なんじゃないかなとか言われてた時もあったんですけども、えー、今年ですね、2021年になって、まあ、その力をね、ぐんぐん発揮してきたのかなというところがあります。えー、そして今ね、あの、検索で、えー、てまあ、適当に検索してみたんですけども、こういうふうに頭に出てますよね。ちょっと読んでみますね。 暗号資産やブロックチェーンの分析を行っているクリプトリサーチレポートはイーサリウムの価格は2025年に、えー、約40万円になると予想しています。約40万円ってことは今がね15万円ぐらいなんですよ。まあですんで、あと数年来どんどん値上げを上げていって、 えー、まあ、倍から3倍ね、えー。倍によっては4倍、5倍に行くんじゃないかなっていう予測ですね。予測の概要っていうのはここでは語られていませんので、別の動画でまた解説していきます。えー、2030年の予測なんですけども、まあ3644ドルとなっているため、えー、高値のピーク、高騰のピークは2020年から2025年に来るということなんで、まあ、今ね、バブルの入り口なんですよ。2020年の次の年ですから、値段上がってきましたよね。 えー、私もね、一昨年ぐらいに仕込んだのかな ?3 年前だったかなあ仕込んだっていうか、たまたま値段,値段が下がったから買ってみたんですけども、まあそれからですね、思わぬ利益を生んでくれてるなというところで、まあ、含み益ですけどもね、決済は全くしてないんで私の場合は、含み益を生んでくれて、このままね、値上がりするの楽しみだなと思ってるところです。今までイーサリーもそんなに意識しなかったんですけどもね、まあでも、ちょっと持っといてよかったなと思いました。で、コインチェックの記事にちょっと移ってみます。 まあこんな風に書いてますよね。これが1月20日なんで、結構最近の記事だと思います。今日が1月26日ですから、まだ1週間も経ってないですよね。まあ、イーサリアム今後はどうなる将来性は過去の価格推移や重要イベントをもとに考察ということで、まあ重要なイベントが控えてるってことをちょっと覚えておきましょう。えー、イーサリアムが登場してから現在まで、1月5日の記事ですけども、価格は以下のグラフのように推移していますと。 これ見てください。結構な値段ですよね。まあ、15万円を今つけてますんで、えー、その2つ目の山ができてるかなってとこですよね。で、2019年から2020年7月までは1万から3万円台薄い。この時に私買ったんですよ。もうラッキーだったです。2020年11月半ばから上昇トレンドに乗り、2021年1月4日には一時11万円を突破して、今は14万何がしってとこですね。どんどん値を上げてるってことこです。 まあ、イーサリアムの価格が今後どう動いていくのか、それを知るためには、過去のイーサリアムの価格推移を知ることがとても重要です。やっぱりね、えー、通貨の過去の歴史を見ることによってテクニカルってものが測れてきますから、その上でファンダメンタル的な要素ですよね。まあ、どんなイベントが控えているのか、どんなプラットフォームが広がっていくのかってことになると思います。まあ、どんなプラットフォームのね、広がり方していくのかってことですけどね。まあ、こちらの方に2016年から2020年までのことが書いてますんで、ちょっとご覧いただければと思います。 どのタイミングで価格が高騰したのか、逆にいつ価格が急落したのかという関連性ですよね。因果関係を見ていくことで、これからの将来性が測れるんじゃないかなってことですね。こういう分析もよくありますよね。で、まとめますとね、過去に価格が急騰したケースでは以下のような共通点が見られるということです。ここを覚えておきましょう。イーサリウムのアップデートが実装された。これも最近ありますよね。それ近々もあります。イーサリウムの実用性や将来性につながる大きなニュースがあった。結局ですね、 イーサリアムの動きを、こんなことがあったよ、あんなことがあったよっていうふうに知らせる人がいないといけないんですけども、日経新聞に載ることはないと思いますから、今みたいな YouTube とかね、それから誰かのブログとか Twitter っていうのがタイルなんですよ。だからイーサリアムがすごくね、あの将来性の高まるような動きをしたら、知らせていくってことが大事なんですよ。知らせることによって、えー、それが注目されて、イーサリアムの信用が高まるってことになりますんでね。 うん、だからやっぱり、イーサリウムをホールドしている人っていうのは、イーサリウムのことをもっともっと知らせると、値段が上がっていいんじゃないかなっていうところですよね。単純にね。まあだから私もこうやって知らせてるわけなんですけどね。で、逆に価格が下がった場面では、大規模なイーサリウム盗難事件が発生するなど、イーサリウムの不安材料につながるニュースが多く見られるいてことです。 イーサレムの盗難事件ってそういえばありましたね。懐かしいなうん。つまり今後イーサレムの価格が上がる可能性が高い局面はこのような場面ということになります。ここもちょっと覚えておきましょうかね。えー、一つ目、大型アップデートの前後。今年じゃないですか。EEA による実用化など、将来性につながる好材料が出てきた時。今年結構出ますよ。うん。出るたびに私もお知らせしていきますね。こうした場面を見逃さずにチェックするための方法も、 この記事の後半で説明します。イーサリアムの価格水位を逃さずチャンスをつかみたい方は、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいってことですね。で、コインチェックの、えー、無料登録はこちらって書いてますね。こうクリックして、無料登録。あ、こうやって、あ、なるほどね。コインチェックのアカウントに登録しろってことですね。えー、じゃあ登録してみましょうか。まあ、私は登録してるんでね <laughs>、えー。登録してるからまあいいかって感じですね。 ちなみに入って、あれ入れないですね。あ、これからアカウントを作りなさいってことか。ああ私の場合はログインできますんでね、アカウントがありますから。まあ今度アカウント、ログインしてみましょうか。まあ今日はこの辺でいいかな。うん、まあインサリアムね、私も注目してて、もう追加で購入することはないですけども、そこそこ買ってますんでね。このまま40万ですか今のだから2.5倍から3倍ぐらいになったら、まあまあ、ちょっとお得だなって感じですよね。 だから暗号通貨って暴落した時にいかに買うかですよね。私も暴落した時に買いましたんで、結構今ね、暗号通貨全体的にあの上がり上司ですから、まあ、全面的に含め益を持ってるかなってことですよね。まあ注目は BTC と ADA ですか。イーサリアムが3番目かな。XRP はもう私もうちょっと捨ててるんでね。一番たくさん買ったんですけども。<laughs> XRP はもう運任せですね。まあ、近い将来。 SEC の裁判が終わって、ぐーっと値段が上がるような、そんな夢物語を頭に描いてます。もしくは、パーになるかですね。以上です。